四角岳は、青森県、岩手県、秋田県の3県にまたがる、標高1003メートルの山である。四角岳はその名が示すように、北面は、青森県田子町の馬淵川水系支流、熊原川、東面は、同町の同水系支流杉倉川、南面は、岩手県八幡平市の米代川、上流瀬の沢川支流桐同志川、西面は、秋田県鹿角市の同瀬の沢川本流の、それぞれの源になっている。このうち、米代川の流路に関しては、瀬の沢川本流の流路が、より深くより長いので、米代川は、鹿角市川の瀬の沢川本流にその源があると、されている。四角岳一帯の山々の地下には良質の銅鉱石があったため、かつては、不老層鉱山、四角岳鉱山、西地鉱山などがあった。秋田県側から登山するには、国道103号、大湯温泉郷から悪谷川に沿って、林道を進み、終点に、不老層登山口がある。青森県側からの登山道は1994年に整備された。岩手県側からの登山道もある。岩手県側から登ると、四角岳鉱山の分教場跡の石碑や、四角岳鉱山の鉱石採取跡などを通り過ぎる。山頂付近には、高層湿原がある。5月下旬には、水葉小、尺投げ、三つ葉黄蓮が咲く。6月下旬になれば、日光キスゲ、裏地を洋楽、金光花などが咲く。青森県側の登山口から登り、青森県、秋田県、岩手県の県境付近に大きなシナノキがある。2011年11月20日、東北巨木調査研究会の調査で、青森県田子町の四角岳にある、このシナノキは、幹集合径が 14.44 メートル推定樹齢400年で、環境省の巨樹、巨木林データベースにより、日本一であることが分かった。その昔、鹿角地方では四角の鬼が風を吹かすと、その年は飢饉になると言った。鹿角市大湯や草木付近の人たちは、四角岳や隣接する中岳を、東ぼっちと言い、東山が曇って、ぼっちをかぶると、東風が吹きその年は飢饉になる不吉な年であると、言った。鹿角四角先に残る左田六伝説では、左田六が、四角岳のふもとで撃ったカモシカが、青森県三戸の縁故閣僚に逃げたので、それを追った左田六が三戸城の役人に捕らえられた、ことになっている。この時、四角の鬼は左田六を恨み、カモシカに化けて、左田六を捕らえさせ、軽視させたというのである。また、来満節には、四角岳から、鬼血出した、今月来月再来月と歌われる歌詞がある。この意味はよくわからないが、様々な形で、四角の鬼は、飢饉の原因となり、人を恨んで、悪いことをし、人間の社会に害を与えるものと信じられていたようで、ある。このように、周辺の人々から東山と呼ばれ、高い山、美しい山として神聖視されていたことが、中岳に、猿田彦大臣の石碑建立となり、西地鉱山焼き討ち事件などを引き起こした原因となったと考えられている。ありがとうございます。